なんだよ、レンちゃん、おちっこち高い。今日夕方から、ちょっと出かけていかなきゃいけないので、そのまでに、やらなきゃいけないことをわんさかと済ませて、はい。ちょっとだけ、ここにあった薪割り台、いつものように始まったよ。まあ日課ですな。言いに来てるんですよ。どうしたの？いや、トイレしたやろ。でも雨降ってきたからさ、お家入ったやん。どうやって食べたやん。ちょっとレンちゃんとワンプロもしたよ。なんでお父さんのとこにあんた寝てんの？ね、これでね、昼間はね、ご飯食べれないんですよ、お父さん。おっちゃんに自由をください。あー、でもおっさんが今欲しいのは時間かな。自由よりもお散歩言うたら、あの人は。ただ君ら、なんで おっさんのすぐそばに集まっとる。いや、みんなそれぞれあのゆっくりしたいやん。ゆっくりできてへんのおっさんだけというね。ちょっと雨がね、全然ね、止まないんですよ。ベッド用意してもらってるもん、本当幸せだね。一歩プリプリして。はい、レンコレンコ。おーいしょ。ああ、よろしい。よかったね、ここにもベッドができて。このお家にも。あっちゃん。久しぶり。なあちゃんのアキレスの食べ方。あで姉ちゃんに取られないようにね。もう電話も丸飲みってことですね。あで姉ちゃん、この用事。父ちゃんに持っててもらった方が食べやすいな。なこけに来て。ご飯食べてる間ケージ入ってたんですけど、その間にこれですわ。ほらほら、美味しかったそうです。ほら、美味しかったそうです。もうこんだけ食べちゃいましたね。ソファーはやめなさい。なんでやねんお前。なんでやねんお前。あそこにお前、綺麗なベッド作ってもらったよ。え、これじゃちっちゃいなと思って、でかいのあれで。お父さんが寝れないんですけど、なんでお父さんが寝るとこを取るんですか。お父さんが席を外したら、ちょっとそうじゃない。なぜお父さんはここで寝てるんでしょうか。どういう字がマットレス取られた。おやすみ。おやすみなさい。なあこちゃん、ああいうチップをプリプリてるよ。こちゃでね、怪獣くん、もう寝れませんでしたわ。このお嬢さんって、でもずっと、レイも全く寝てないと。ずっとこう、ずっとこう。母ちゃんおはよう。母ちゃんおはよう。匂いすぎやろ。匂いすぎや。かんちゃんな、19歳のおじいちゃんやねん。猫に興奮して平行いたのが最高やったわ。しかも酸っぱい平。しかも大人しのスカシペ。しかも胸はたけとるやないかお前。はい、気持ちの良い、はい、日差しの中朝の散歩しております。気温10度でね、非常に気持ちいい、散歩しやすいお天気ですね。でもまあ12月といえど、なんかイチョウが残ってたり、はい、モミジが残ってたりしてるのを見ると、今年は暖冬だったなぁという気が、そんな気がしますね。
なんかあのテレビのサスケとかの企画に出てきそうな感じですね。結構落ちてますよ。国道歩いて、はい、夏涼しいやろうな、ほんまここの、はい、清水公園っていうんですよね。清水公園にやってきて、ランチにやってまいりましたよ。ランチ気がついたらね、あなたの誕生日ですよ、お嬢さん。レンちゃんおめでとう。レンちゃんおめでとう。いやいや、-6度ですかね。ロイちゃんがもうちょっと早く帰りたい、寒い寒いみたいな感じだったんで、今日はショートコースでしたな。まあしかもまあまあ結構な距離走りながら、お散歩したので、逆になんかおっさんなんか体ぬくもって寒さあんま感じなかったんですけどね。手足はやっぱりちょっと寒いかな。はい、ケツ温め中のロイでございますね。こうあの辺から出てくるか。手前側が元のドッグランの位置で、奥側が新しく作ったラインですね。さてどうでしょうね。なんか不思議な顔で見てるレンちゃんですけどね。アデちゃんもなんか、あれ俺なんか変わってるよみたいな。伐採しました。富士山ビューが素晴らしいです。はい、こんな感じになっております。このお散歩中の気温がなんと2度でございます。いやーすごいな、さすがっす。はい、まだ3時ちょうど過ぎたぐらいなんですけどね。え、昨日も生まれた双子。え、犬じゃない、牛って一度に何頭出てくるんですか。一頭だけだね。一頭だけ、普通は一頭だからね。ああ、はいはいはい。じゃあ犬なんかと違うんですね。犬多い時10匹とか出てくるから。1度じゃなくても0度ですね。 0.3 度でした。気温0度の散歩って寒いと思うでしょう。めっちゃ暑いです。今めっちゃ急な坂登ってきたところだけど、おいけない、そんなん毛布着て移動してきた。何、キッチン行きたいの。はい、どうぞ、いい子やって行っといて。ちょっと寒いで、どう行っといで。いや宴会、宴会、毛布は置いていくなよ。